ザ・コーヒー・ビーンディー・リーフはカリフォルニア州ロサンゼルス市に本部を置くコーヒーのチェーン店。第一店舗は1963年9月に開店した。2017年現在世界32カ国に1000を超える店舗を出店している。カリフォルニア州ロサンゼルス市にあるコーヒー・ビーンディー・リーフの本部ザ・コーヒー・ビーンディー・リーフは モナハイマンとハーバートハイマンによって1963年9月に創業された。第1店舗はロサンゼルス市郊外のブレントウッド。この店舗は未だ営業している。コーヒービーンは長い間、多くのハリウッドスターを含む多くの人に愛されており、今日のカフェビジネスの成功例とされている。1996年、アジアにおけるフランチャイズ権をシンガポールのビクター・サスーン、 サニー・サスーン兄弟に売却。サスーン兄弟は事業を急成長させ、1998年にハイマンから本社を買収し、オーナーとなった。2013年、投資ファンドに売却された後、2019年7月24日、フィリピン最大の外食企業である、ジョリビーフードコーポレーションに買収された。日本での運営は、 2014年6月に設立された銀だこを経営する株式会社ホットランドとイオンモールの合併会社である LA スタイルである。2015年5月に国内1号店となる日本橋店、国内2号店となるイオンレークタウン風店を続けてオープン。イオンモールが運営に関わっていることから、主に同社の運営するショッピングモールを中心に出店を加速。 2016年5月までに関東、東海、関西に12店舗を展開した。しかし、2016年8月に期間店となる南青山店がわずか4ヶ月で閉店するなど、2017年にかけて閉店する店舗が相次ぎ、2018年6月現在では4店舗までに減少。その後東海、関西からは撤退した一方を、 2020年6月に、サノプレミアムアウトレットにおよそ4年ぶりの新店舗をオープンし、関東で1店舗が営業中である。ありがとうございます。